ソフトボール、ソフトボール、ソフトボールは野球から派生した野球のような球技で野球とは投げ方、グラウンドサイズ、使用球、ルールなどが大きく異なっている。野球に比べ狭い土地でも行うことができ、ボールが野球と比べて安価なため貧しくても楽しむことができる。日本においてる異球とも言う。世界では北アメリカのアメリカ合衆国、カナダ。 アフリカのボツワナ、アジアの日本、オセアニアのニュージーランド、オーストラリア、パプアニューギニアなどで女性を中心に行われている。レクリエーションスポーツとして認識され、ソフトボール専用のフィールドも存在し、1887年の感謝祭の日、アメリカ合衆国入りのュ周シカゴにおいて、ジョージ・ハンコックが、当器に野球を練習するためのスポーツとして発明した。そのため当時は、 インドアベースボールやプレーグラウンドボールと呼ばれていた。日本における最初のソフトボールは1921年、大正10年アメリカ留学から帰国した東京高等師範学校教授、大谷武市や石黒トラジによって学校体操家の遊戯として紹介されたことに始まる。石黒トラジは日本初の国際審判員であり、昭和天皇からの勲章をはじめ、 総理大臣からも数々の賞を授与された。当主は打者に対して下手投げでボールを投げる。この際手首が必ず対側線を通過していなくてはならない。腕を風車のように一回転させて投げるウィンドミル投法が有名。腕を後ろに振り上げてから投げ下ろすスリングショット投法もあるが現在ではほとんど用いられていない。日本では ファストピッチルールが一般的なルールとして認識されており、オフィシャルルールブックでも下記のスローピッチに対して前のページに記載されている。国民体育大会やインターハイなどで採用されているルールはこちらである。日本では主に野球に近いファストピッチルールで行われているが、アメリカではレクリエーションとして打撃を楽しむためのスローピッチルールでのゲームをすることが多い。 スローピッチルールは様々な年齢層の人々がソフトボールをプレイするために様々なルール上の違いがある。以下、主なファストピッチルールとの違いを記す。以上は日本ソフトボール協会のルールブックで定められた一般的なルールであるが、これとは別に安全性を重視したルールが採用される場合ある。二類、三類にもダブルベースを設置、走者と 守備側のクロスプレーによる危険性を排除するため、本類、ホームプレートとは別に走者が最後に踏むべきベースであるスコアリングプレートを設置すといった例がある。これらは、ジョイフルスローピッチルール、全日本健康スローピッチソフトボール連盟ルールで採用されている。スローピッチソフトボールは、上記のようにレクリエーションの要素が強く個々の大会で、 ローカルルールが採用される場合もあるため、事前にルールを確認することが望ましい。また、日本の中学校において2012年から必修となる学校体育ソフトボールもスローピッチルールを基本としている。野球同様、本来は比較を縫い合わせたものを使用する。いくつかの大きさがあるが、国際大会などで使用されるのは12インチのものである。色は、比較部分。 ヌイートとも白色が一般的であるが2002年より SF 国際ソフトボール連盟主催の国際試合などでは比較部分黄色、ヌイート、赤のものが使用されるようになった内部の芯にはコルクやカポック繊維、発泡ポリウレタンが用いられる日本ではその他にゴム製のものが公式球として認められておりゴムボールも白色が基本だが全面を黄色とするものも 公認球として市販されている。日本ソフトボール協会が2007年度に公認球メーカーとして認定しているのは以下の5社である。おつけとメーカーは革製、ゴム製の両方のメーカーである。それ以外は革製のみ。ソフトボールは野球と比較す野球より細いバットで打つ。国内ではボールに対応する3種のバットがあり。 使用するボールに対応したバットを使わねばならない。材質は、木が基本で竹製なども認められているが、現在市販されている公認バットはほぼすべてアルミ、等の金属製品やセラミックス製品で、グリップ部分には安全用のテープを巻くことになっている。このように各号のバットについては、加減規定がない項目が多い。したがって、極端な場合ではあるが、 例えば長さ 78.8cm、最大直径 5.150cm、質量 700g、安全テープが 34cm のバットは1から3号の、いずれにも適合する。無論、同一バットが複数の号の認定を受けることはできない。しかし、小学生の場合には現実に1号にも適合する、バットが2号バットとして販売されていることが多い。したがって、 購入時には、号数よりも長さや質量に注意して、自分に合ったものを選択することが慣用である。夏季オリンピックでは、1996年のアトランタ大会にて、女子のみが野球と共に正式種目になった。当初は、アトランタ大会限定とされたが、その後2008年の北京大会まで開催された。しかし、逸話の肥大化に歯止めをかけるとの、 国際オリンピック委員会 IOC の方針により2012年ロンドン大会では野球と共に競技種目から外された。このため関係者は2016年大会での復活を目指し除外決定直後から PR 活動を続けたものの IOC は2009年8月13日2016年大会の開催競技には加えないことを決定した。 これらの過程では男子の野球と女子のソフトボールとがペアとして扱われている。競技種目からの除外については、共に日米などの一部主要国以外の国々、特に欧州で普及度が高いとはいえいこと、さらに野球でメジャーリーグ選手の出場がなく、世界最高レベルの競技が行われていないことが理由とされている。復活がならなかったのも同じ理由とされたが、 当該決定において追加候補とされたゴルフはすでに様々な頂上決戦が存在するのにソフトボールにとって頂上決戦はいつはしかなく五輪で行われることによってより普及が図れるとして関係者から異論が出された2020年東京大会では男子は野球女子はソフトボールが2種目1競技として2008年北京大会以来の 正式競技として復帰が決定した。ビッグカメラ高崎、最多優勝10回、トヨタ自動車、優勝8回、トヨタ自動食器、優勝8回、太陽有電優勝6回の4チームがズバ抜けた実力を持っている。伝送、埼玉県庁、クラブ、ホンダエンジニアリング、ユーク、トヨタ自動食器、トヨタ自動車、キフエコ電 SC、大阪グローバル。 大ワークと、平林金属、朝日、火星、大阪桃次郎、高知パシフィックウェーブ、J テクト、オール福岡、ネオ長崎、愛媛ウエスト。日本体育大学、最多優勝回数18回、東京女子体育大学、優勝15回の2校がズバ抜けた実力を持っている。日本体育大学、2009年度インカレー優勝、最多優勝回数28回、 国士舘大学優勝4回、早稲田大学優勝4回の3校がズバ抜けた実力を持っている。近年では中京大学、中京学院大学なども力をつけてきている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。